皆様こんにちは、セリナです。今回は今 SNS でとっても話題のアディクションザブラッシュニュアンサーをご紹介していきます。アディクションザブラッシュは2021年12月27日に発売されたアイテムで、パール、マット、ニュアンサーという3つのテクスチャーがあるんですが、その中でも特に話題になっているこのニュアンサーは実際どういう仕上がりなのかなとか、どう使おうと思っている方もいらっしゃるかなと思いましたので、実際に肌の上に乗せた時の感じや、他のパールタイプやマットタイプと合わせて使った時にどんな感じに仕上がるのかなどもお見せしていきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずはザ・ブラッシュ・ニュアンサーについてブランドからの情報を教えてご紹介すると、こちらは全6色展開なんですけれども、その6色の中から今回は皆様が気になっているかなと思ったの003のカラーミースカイというカラーと、こちらの005オーロラベールの2色をご紹介していきます。ニュアンサーの特徴はシアーの発色の中に光のベールのような輝きと絶妙なニュアンスをもたらすというアイテムなんですけれども、トップコートのように重ねれば頬のニュアンスをチェンジ、ハイライトとしても使えますということですので、今回はハイライトとして単色で使った感じと、他のチークの上から重ねて使った感じの2パターンをご紹介していきたいと思います。まずこちらの003カラーミースカイ装置していきたいと思います。ブランドからの説明だと、儚げでスイートな夕焼けのコーラルというカラーです。指で一度塗りした感じだと、先ほどのニュアンサーの特徴でもあったようにシアーの発色というだけあって、見た目ほどチークのようにしっかりと色がつくという感じではないです。ソーダが透けるような感じで、ほんのりとカラーが色づくくらいのイメージですね。もう一度重ねていくと、ブルーやピンク系のラメも入っているんですけれども、ベースのカラーが肌なじみのいいコーラル系なので、肌から浮く感じもしないんじゃないかなというふうに思います。005オーロラベールをご紹介していきます。オーロラベールはブランドからはオーロラのベールをかけたブルーという説明のカラーです。先ほどの003と比較すると結構カラーがしっかりついている感じですね。こんな感じで一度塗りでもしっかりと青みがかった紫のカラーが肌に塗ってくれます。オーロラのベールをかけたというカラーの説明の通り、ピンクっぽく見えたりブルーっぽく見えたり、角度によって見え方が変わるので、実際に肌の上に乗せた時にどんな感じに仕上がるのかとても楽しみなカラーです。透明感を引き出してくれそうですよね。それでは 003N のカラーミースカイをハイライトとして塗っていきたいと思います。このザ・ブラッシュはこのニュアンサータイプもパールタイプもマットタイプも全て粉質がとってもしっとりとしているので、毛足が長くてふんわりとしているチークブラシよりも少し毛足は短めで、腰がしっかりしているタイプを使ってあげた方がパウダーが肌に密着しやすいので、こういったタイプを使ってあげるのがおすすめです。こめかみから目の下の C ゾーンに塗っていきますね。一塗りでもコーラルカラーが肌に塗ってくれますね。わかりやすいようにもう一度重ねていきます。こんな感じで自然なチークくらいの発色はしてくれるんですけれども、ハイライトとして使ってもそんなにやりすぎ感はないですね。自然に血色感を与えてくれるような感じです。マスクをしている時にせっかくチークを塗ってもカラーが見えないという時にハイライトとして使ってあげるのもとてもいいですね。手元でお見せした時はブルーだったりとかピンク系のラメが分かりやすかったんですけれども、実際に肌にのせるとそこまで強いラメ感の感じではないです。ただちょっとこの高い位置とか顔を動かした時に透明感のある感じで、若干ブルーっぽくキラッと光る感じもしますね。とてもさりげなくて可愛いです。続いて005のオーロラベールを今度は反対側の方に塗っていきます。オーロラベールはとても透明感が出ますね。2回目重ねているんですけれども、手元で見た時よりもそんなに白っぽくなる感じだったりとか肌の色が明るくなりすぎるっていう感じではなくって、
意外と肌に自然に馴染んで透明感を引き出してくれるような感じのカラーです。すっごくツヤツヤになりすぎるっていう感じではないんですけれども、やはり動いた時にこの辺りなんか分かりやすいと思うんですけれども、光の加減で青み紫という感じにツヤっと光る仕上がりです。はい、今こんな感じでこちら側に003番を塗っていて、こちら側に005番を塗っているんですけれども、003はこんな感じでとても肌に馴染んで自然なんですけれども、血色感と透明感も引き出してくれるというような感じのカラーで、005番はもう本当に透明感をグッと引き出してくれるような感じのカラーです。続いてはこちらのニュアンサーを他のチークの上に重ねた時の感じをお見せしますので、まずはこちらのパールタイプの 003P フォギーローズの上に重ねていきたいと思います。こちらのパールタイプの詳細はブランドからの情報によると、繊細なものからリッチなものまで様々なパール感で上品に美しく頬を彩ります。上品に艶めくパールタイプで、クリアで自然な発色で透明感のある仕上がりに仕上げてくれるというアイテムです。パールタイプは全10色展開なんですけれども、今回は私がとても可愛いなというふうに思った 003P のボギーローズでご紹介していきます。ボギーローズのカラーの説明は、朝露をまとったようなボギーローズというカラーとのことです。ニュアンサーにも言えることなんですけれども、とても粉質がしっとりとしていて、しっかりと発色してくれます。重ねていてもこんな感じでとても綺麗に馴染んでくれるので、パウダータイプのチーク特有のパサッとした感じが苦手っていう方にもとってもおすすめです。まずこちらを単色塗りしていくんですけれども、こういった粉質がしっとりしたタイプのチークはいきなり乗せてしまうとすごく濃くつきすぎてしまったりとか、ぼかすのが大変だったりっていうことがあるので、必ずブラシに取ったら手の甲でカラーを調整してから塗っていきます。一度塗りでもしっかりと発色してくれますね。上からニュアンサーも重ねるので何度か重ねていきたいと思います。はい、では今両頬にこちらの 003P のフォギーローズを塗っています。こちらも実際に肌に塗ってもとっても可愛いカラー で、このフォギーローズにはブルーのラメも入っているので、すごく透明感のある仕上がりです。特にこのチークをぼかしたこの辺りですね、がすごくツヤっとしているんですけれども、青みに光る感じなので、より透明感を引き出してくれる感じですね。まずこちら側の頬にニュアンサーの003を重ねていきたいと思います。先ほどはローズ系のカラーだったんですけれども、コーラル味が足されますね。こんな感じで先ほどよりも柔らかい感じのカラーになって、とても春らしい明るい肌に見せてくれるような仕上がりに変化します。003のブルーラメも足されるので、より一層透明感が引き出されてきたかなというふうに思います。より立体的な感じに仕上がりますね。では続いて反対側の頬にニュアンサーの 005N オーロラベールを重ねていきます。すごく青みが足されますね。今特に光が当たっているので、この辺りなんかは本当にオーロラベールのブルーだったりとかピンクに光る感じに見えるんですけれども、元のローズのカラーはちゃんと残っていて、光の当たる部分だけこの青みの紫にツヤッと光る感じに仕上がっています。はい、今このような感じでこのパールタイプの 003P フォギーローズをベースに、上からこちら側にニュアンサーの003番と、こちら側にニュアンサーの005番を重ねている状態です。どちらもブルーのラメが入っているので青みが出てくるんですけれども、この003のニュアンサーの方はコーラルのふんわりとした柔らかい感じの春らしい肌に見せてくれて、こちらの005のニュアンサーの方はより透明感をぐんと引き出してくれるようなカラーに変化しました。パールタイプの上にニュアンサーを重ねると、パールのツヤとニュアンサーのこのラメだったりツヤ感ですごくツヤツヤしすぎる感じになってしまうのかなというふうにも思っていたんですけれども、全然そんなことはなくって、とても綺麗なツヤ感と一体感が出てくれるような感じに仕上がりました。
パールタイプの上にニュアンスを重ねるのもとてもおすすめです。続いてこちらマットタイプ007ローズラテをベースにニュアンサーを重ねていきたいと思います。マットタイプはブランドからは鮮やかな発色としっとりとした質感で肌に溶け込むように自然に馴染みます。クリアな発色で美しい色合いが頬に溶け込むようにというアイテムで、マットタイプは全12色展開なんですけれども、今回はこちらの 007M ローズラテという、こちらも SNS で今とても話題になっているカラーをセレクトしました。ローズラテのカラー説明は、気品のあるスモーキーローズというカラーです。スモーキーローズとのことなんですけれども、そんなに赤みが強すぎる感じではなくって、自然に肌の色を綺麗に見せてくれるような感じのくすみ系のカラーですね。すごく上品なカラーなので、どんなシーンでも使いやすそうです。マットタイプもすごく発色がいいですね。はい、では今こちら両方の方にマットタイプですね、 007M のローズラテ単色塗りしている状態です。こちらも話題なだけあってすっごく可愛いカラーですね。マットタイプなので、先ほどのパールタイプだったりとかニュアンサータイプと比べるとツヤ感がすごく出るわけではないんですけれども、肌に溶け込むような感じのマットタイプで透け感のある仕上がりです。カラーがドンとついてしまうっていう感じではなくて、自然な血色のような感じに内側からふわっと発色してくれるような感じの仕上がりになっています。ではまずはこちら側の方法にニュアンサーの003番重ねていきたいと思います。ベースにしているマットのカラーがスモーキーローズというカラーなんですけれども、若干黄みも感じられるようなカラーだったので、こちらのニュアンサーのコーラルな感じを重ねても、そんなにカラー自体は変化する感じではないですね。こんな感じで似た系統のカラーなので、今こちらが 007M 単色塗りなんですけれども、このニュアンサーを重ねてもちょっと明るさが出るかなっていう感じのくらいの変化ですね。ただマットタイプはツヤ感はそんなにある感じではないので、ニュアンサーを重ねるとやはりツヤの立体感というのは出てきますね。続いてこちら側にニュアンサーの005番重ねていきます。はい、こんな感じでベースに塗っているマットタイプの透け感のあるふわっとした感じはそのままに、上から重ねた部分だけこのニュアンサーのツヤ感とか立体感がプラスされるような感じですね。このベースのローズラテのカラーももちろん残っているんですけれども、角度によってオーロラベールの青みが足されて、とても透明感を引き出してくれます。はい、こんな感じで今マットタイプの 007M ローズラテの上に、こちら側にニュアンサーの003番とこちら側にニュアンサーの005を重ねている状態です。マットタイプの上にニュアンサーを重ねると全体的にツヤツヤする感じではなくって、マットタイプの質感の上に光の加減でさりげなくツヤ感が反射する感じで、とても絶妙で可愛いですね。今回ご紹介したニュアンサーのこの003番と005番は両方ともブルーのラメが入っているので、ツヤ感ももちろんなんですけれども、ブルーの春らしい透明感というのも引き出してくれます。なのでお手持ちのチークの上に重ねるだけで、さっと春らしい肌にチェンジしてくれます。はい、ではこんな感じで全4色をご紹介していきました。ニュアンサーを重ねるだけで透明感のあるとっても春らしいチークに仕上がりますし、単色で使ってもお手持ちのチークの上から重ねて使ってもとても可愛いアイテムでした。気になっている方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。